ファンデショップが約7ヶ月ぶりとなる新曲3000を配信リリース。同時にミュージックビデオも公開した。3000は学業や部活、仕事など学生から社会人まで日々何かを頑張る全ての人へ送る応援歌で、栗山優里、VO&GT が作詞を担当。あがきながら自分らしく進もうという前へ進む人を肯定し背中を押すようなメッセージが込められている。ファンデショップの全作品に共通する緻密なアレンジは踏襲しつつ、今作品は新たな試みとして野間をアレンジャーに迎え、躍動感のあふれるストリングスが加わり爽快感を感じられる楽曲に仕上がっている。さらにミュージックビデオも公開。ファンデショップ初の試みとして実写の映像に挑戦。幼馴染の3人の学生が主人公として登場し、雑誌ニコラの表紙を飾った経験もあるモデル兼女優として活躍する近藤結衣ら、第9回日本制服アワードクムナウ小受賞の女優二色透過、テレビ CM や広告にも多数出演する桜井勝海が出演。それぞれの葛藤や青春のきらめきを描いたストーリーとなっており、監督は工藤理央が務めた。リリース情報デジタルシングル3000、2024年6月28日金曜日配信リリース。配信 URL https://vandeshop.lnk.2/samvenmusicvid4 https://youtu.b/wg3y8ndvnem